はい、皆さんこんにちは。日産ニーソーブースにようこそお越しくださいました。今年初のトークショーを行っていきたいと思います。司会進行役はレーサーの朝の辻野博史です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、皆さんソーシャルディスタンスを取っていただきながらですね、トークショーをお楽しみいただきたいと思います。あのパーティションの外のね、方々もですね、できれば少し距離を上げていただいて、トークショーをお楽しみください。さあ、ここからですね、柿本邦彦アンバサダーをお迎えしてのトークショーを行ってまいりたいと思います。それではですね、早速になりますけども、お呼びいたしましょう。ぜひとも大きな拍手をお迎えください。柿本邦彦アンバサダーです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いいたします。柿本さんもお客さんの前に登場するの本日は初めてということになりますね。あの、皆さんに会いたかったです。どうも、柿本さんに会いたかった人はい、みんな満場一致でございます。ありがとうございます。会社でもリモートだし、まあ、ね、いろんな仕事が、こうやって、ファンの人とか皆さんとお会いできるのが嬉しいですね。やっぱ気持ちも高まりますしね。はい、ありがとうございます。はい、もう柿本さん興奮して眼鏡が曇っておりますけど、本当に ね、 そうですね、マスクしてるか仕方ないですけどね。じゃあお座りいただいて、はい、はい、お話ししていきましょう。さあ、柿本さんも今年初めてということなんで、はい、ちょっとまあ今シーズン、まあ、あのコロナでいろんなことがイレギュラーなシーズンになりましたけども、ちょっと今シーズンをまず振り返っていこうかなと思うんですが、そうですね、やっぱり、富士で4戦あって、あと鈴鹿2戦、茂木で2戦ということで、はい、かつてであれば富士をだいぶ得意としてきた GTR なんですけど、ここ1、2年ですね、なんかあんまり、得意じゃないコースになってきて、まあ、それが富士でそこで4戦あるということで、非常にですね、苦しい戦いを今年はしてきましたね。まあ、ですけど、まあ、今日現在7戦終わった段階で、タイトル争いでは、2ポイント差の3位というポジションにいるというのは、まあ、よく頑張ったなと、まあ、皆さんからするとなんだと思われるかもしれませんけど、我々としては、よく、ね、頑張ってここまでこぎつけたなという気がちょっとしてます。まあ、そういう中で、ニソらしさを発揮できたのが前々回の鈴鹿のですね、テールツインだったと思ってまして、あれはすごかった。オートスポーツ誌をはじめですね、ラッキーというふうに連呼されててですね、いやそんなことなくて、最高尾スタートになった時点で、しかもその GTR は速さがあった、23号車速さありました。だからそういう中でどう順位を上げるかっていうケーススタディをきちんとやっております。まあ、ちょっと今日はその話を少しね、そうですね、はい、させていただければと思うんですけど、はい、ですね、速さがあったということ、それからなんとか上位に行こうということでいろいろ考えたんですが、その中でですね、鈴鹿はセーフティーカー入る可能性はものすごく高いんですね。ここその今年の第1回目の鈴鹿で2回入ってるし、その前も毎年のようにですね、鈴鹿サーキットはセーフティーカー入ります。それはコースからガードレールの間が近いっていうこともあるんだと思うし、それから高速コーナーが多いっていうことも原因だと思うんですけど、まあそういうことが非常に多いということが、ですから確率として 80% ぐらいはセーフティーカー入るだろうという予測をしました。だけど、まあ、その入るにしてもですね、我々がピットタイミングをこういろいろと、それを前提にどのタイミングでピットにするさせるかっていうのをいろいろ考えるわけですけど、我々が想定したそのタイミングで入るかどうかっていう確率は、うん、やっぱり 30% ぐらい、30% ぐらいね。それからあと、じゃあセーフティーが入ったんだけど、どの位置に、どのサーキットどの位置にその23号車いるかによって、うん、例えばセーティック入ったんだけど、はい、もうピットクローズになってしまったら入れませんよね。だからどの位置にいるかっていうのが、ですね、25% ぐらいの確率だというふうに思いました。うんうん、それから、まあ、最後っていうか、まあ、冒頭申し上げたんですが、速さがどうか、他者との速さがどうか、はい、例えばポジションアップしたって遅ければ他者に抜かれるわけで、うん、そういう観点でいくと、
速さあったんで 50% 確率ぐらいで、ピットインによって得たポジションを守りきれるだろうという予測をしたわけですね。まあ、だけど確率というのは全部、確率というのは全部かけたものですから、そのパーセントね。そうすると、成立する可能性って 3.3% ですね。3.3% って100回うち 3.3 回しかないって非常に低いと思うんで、思われると思うんですけど、だけど、当時、東京都の PCR の患者さんというのは、1000人に 3人ぐらいだった。だから、まあ、それよりも10倍は確率高いっていうのは、まあね、変な例えですけど、まあ、ポジティブ考えれば、まあ、それより全然確率高いじゃないかとかね、というふうに思って、だから、それとですね、今のそのレギュレーション、CT 化のレギュレーション、来年からは SCY というレギュレーションがありますが、今のその CT 化が出たとき、プットインできないというレギュレーションは、大体8年ぐらい前に始まったんですね。はい、だから毎年6000やってるとすれば、64レースやってるわけ、うん、その間に1回もヘルツインのやったことはない、やられてないわけ、ね、らしいですね、うん、まあだから、はい、その 3.3% 確率100回に 3.3 回なんだけど、64回レースやったとすればもうそろそろね、うん、あってもいいというような、うん、なんかこういつも前向きに考える私としては、まあ、そういうことも一応頭から、まあそれは後付けだろうと皆さん思われるかもしれませんが、私レース始まる前にスポンサーさんにいろいろとこう今日の戦況はどうなるかとか、はい、レースの見通しはっていうのを説明する機会があるんですが、その時に、はい、今日はテルツインを狙いますという言ってるんですよ、レースの。すごい。そうだったんですか。だから、まあそれもね、いやいや、それもまあラッキーと言えばね、ラッキーですよね。ラッキーでな、そうなんだけど、一応まあそういうなんていうかこう気持ちっていうか、あったということですね。まあすいません、ちょっと時間取りましたが、まあレースはそういうもので、やっぱり運不運にですね、私もう何十年ってレースかって言ってますが、運不運にものすごくいい運だけじゃなくて悪い運ももうたくさん経験してるんで、やっぱりまあそういうことは非常に起こりうるというのはそう思ってやってきたと思うということですね。いや、柿本さんの予測は結構当たりますからね。そういう意味ではすごいですね、その話で。まあそれはたまたま当たったということもあるんですけど、僕の力だって言った方がいいですよ。いやでも誰もあの時にね、あのシチュエーションでまさか一番最後尾から優勝するなんてちょっと考えられなかったです。だって前日に大クラッシュしてるわけじゃないですか。そうですね。ね。うん、そうですね。だけど速さがあったのも、うん、まあ一つそういう、ね、可能性を見出したわけですよね。はい、で、時ってそうメカニックも相当速い時間かかってね、修復したっていう。そうですね。でしかもそのやっぱりメカもそのエンジニアもスタッフもなんかこう、よし、なんとかいけるんじゃないかっていう気持ちもあったんじゃないかと思いますよね。だからそれがそういう私の発言につかなかった可能性もあると思うんですね。ちなみにあれ、コース上でね、どのタイミングで入れるか、まあ、そのセーフティーカーが入りそう、入るかもしれないな、このシチュエーション、じゃあ入れようっていう判断っていうのは、誰がやってるんですか？それはトラックエンジニアの中島武史。中島さんが。彼は高校10年ぐらい、日産がチャンピオンを取るときは、必ず彼が、トラックエンジニアとしてやってきてる。非常にチャンピオン請負人のトラックエンジニア。いやー、それは素晴らしいですね。中島さんの絶妙な判断で、はい、このチャンピオンの権利というか、チャンピオン争いをする権利を手繰り寄せたみたいな、 そうですね、その部分はありますよね。そうそう、あります、あります。ね、はい、いや、本当やっぱり人って大事ですね、はい、そういう意味ではね。さあ柿本さん、はい、いよいよ最終戦、ね、なんと自力でチャンピオンが取れるという状態で迎えることになりましたが、ランキングトップ5までは勝ったチームがチャンピオンという状態ですね。で理論的にはランキング10位までチャンピオンになる可能性はあります。だから
まあ、まれに見るですね、激戦というふうに言えると思います。まあ、そういう中で23号車はまあ、ランキング3位、2ポイントのランキング3位なんですが、まあ、正直言うとですね、まあ、今日の午前中の走りを見てもなかなかスープラ手強いなという感じはあります。独占しましたね。はい、ただまあ、これも皆さんご存知と思うんですけど、レースとなるとですね、タイヤのピックアップ問題っていうのは結構あって、はい、タイヤ数拾っちゃう、はい、タイヤ数拾っちゃう、タイヤが外れない、まあ、それですぐ、まあ、手番ごというと1秒や 1.5 秒はすぐ脱退も落ちるっていうこともあります、うん、でしかもそれは路面温度が低い時起きやすいんですね。で今日よりもさらに明日は、路面温度下がるというふうに予想してまして、ですからまあ、それからですね、今日の船員走行、午前中船員走行でしたが、あの時は、これからの予選とか明日の決勝に使わないタイヤでやるんですよ。というのは、もう持ち込み本数が季節限られてるので、ですから、もう使わないタイヤというのを、まあ、いろんな、ソフトだ、ハードだ、ミディアンだ持ってきますが、その中で使わないタイヤを、今日の午前中使ってますので、はい、まあ、それはどのチームもそうなんで、必ずしも今の、実力は示してないというふうに見てもらった方がいいと思うんですけど、ただやっぱりちょっとスープラはかなり早いなというのが我々の、まあ、見方です。まあ、その一方で絶対的な速さとともに要はレースは平均して速くないとなるんですね。それでアベレージラップタイムを見るとそうでもないというのは言えます。一発の速さはスープラに偏ってますが、アベラタイムを見るとそうでもないというのはありますので、まあ、それから、明日の天候とかですね見て本当に今年厳しい戦いをここまでなんとかこぎつけきましたんで、うん、まあ、この最後もですねその厳しい戦いを制して、うん、まあ、なんとかタイトルを取りたいというふうに思っているところですね。2016年から取れてないので、本当に、まあ、いわば久しぶりに訪れたチャンスですからね、まあ、そこは、なんとかしつこく、やりたいと、本当にシーズン始まったときはです、ね、まあ、皆さんもこの最終戦にこんなポジションにいるとは思われてなかったと思うんですけど、まあ、ここまでこぎつけたんで、もうそれが無駄にならないように。頑張って結果を出したいと思ってます、ね、いやもう本当開幕2戦ぐらいの時ね、柿本さんのツイッター僕見てますけど、結構厳しいコメントがいっぱい、はい、してましたよ ね。その時とはもう本当にもう運転の差というか、今の、ね、状況は、はい、ね、そんな状況ですから、ぜひ、ね、最後はね、はい、掴み取っていただきたいと思います ね、はい、そして GT300 もチャンピオンの可能性がありますね。はい、まあ、56号車が、リードしたね、まあ、2番手とは近いんですが、ケイさんはもう、まあ、順調に走ってますし、それから我々としては GTR に11号車がですね、ランキング3位にいまして、まあ、そういう意味でですね、まあ、GTR の56号車、11号車が、まあ、なんとかしてくれるんじゃないかと思います。で、またタイヤの話になるんですけど、56号車は横浜タイヤ、11号車はダンロップタイヤなんですが、今年ダンロップタイヤが調子良くてですね、ちょっと運不運の問題で11号車遅れてるんですが、走ってる時はですね非常に今年早いです。100キロのウェイトを積みながら勝ったり、ということで実力はですねかなりあります。まあ、そういう意味で56号車と11号車のどっちかがですね、まあ、いやチャンピオン取れるんじゃないかというふうに思っております。はい、ね、GT500、GT300 ダブルでチャンピオン取れる可能性が残っておりますので ね、はい、ね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますね。はいはい、さあそろそろね時間の方がなくなってきてしまいました。柿本さん、はい、最後に一言皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、本当応援ね、苦しい時にもうかかわらず、皆さんの応援ありがとうございます。そのおかげでですね、なんとかここまでこぎつけてこれました。まあ、そういう皆さんのファンのですね応援を無駄にしないように、今日は結果を出すべく、今日明日結果を出すべく頑張ります。また、まあ、万が一というか今回、好結果取れなくてもですね、来年以降も
頑張りますので、引き続き応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。この時間は柿本邦彦アンバサダーにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、今年初のですね、柿本さんのですね、トークショーをお楽しみいただきました。Thank you for watching. Don't forget to subscribe to the Nizmo channel. Please comment and subscribe. Bye-bye. Twitter でもモータースポーツ活動やニコの紹介をしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。